ういっす。じゃあ、ビジョン1の2。まあ、ビジョンっていうところに、伏線があるわけですね。はい、では、1の2ということでやっていきます。歌姫と闇なる王。さあ、12秒間が出てきたと。よし、あれ、バフーンして、一応体験版は、このステージで終わりだったな。これね、これだいぶね、だいぶ効率よくいかないと。落ち着け、落ち着け。何しろねんと。見合うな。ほい。マスク上か？いや、なんもねえか。さすがに。あれは多分全部取った感じでいいと思うんだけど。さあ、後ろから攻撃しましょう。縦で弾かれちゃうんでね。ああ。無視し。にしても、本当に敵のね、情報が一切ないからね、このゲーム。なんか知らんけど。闇深、元人間みたいなパターンはないか。魔力によって人間に変えられてしまった。人間に変えられてね。あ、ミスター、危ねえ。はい。まあ、飛ぶ必要はないか。まあ、取っとくか。ちょっと待って。さあさあさあ、よいしょ。さあ、こっから面白い感じになりますよ。で、トロッコで進んでいくんですけど、ここも夢のかけらを取り逃す可能性がある感じで、くる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 回ると。で、ジャンプ。ジャンプ、危ね。危ね。ね。距離感がやっぱつかめねえんだよな。ういにしても、のどかだな。変な装置あるし、この、なんでこの装置があるか、誰も説明してくれない。説明しよう。あ、まだここら辺は、チュートリアルだから、そんなに焦ることはないんだけど。うわ、お花が曲がってんだよな。うえ、花。だって、ね。鼻硬くなっちゃったらさ、めっちゃもう扇風機の羽みたいになるわけでしょ。敵を投げて当てる。このでかいやつですね、ジャイアントブー。風玉を当てることで膨らますことができる。膨らませると足場として上に登ることもできる。こうなる。いいだろう。ウキュー、その契約。足場になった。でもこれやったところでやるな。まあ、この場所じゃなかなか、難しいか。これね、なるべく最大数で取ろうと思ったら、いろいろ、いろいろやらかした。いろいろやらかしたぞ。もったいな。これは絶対に足りないパターン。よし、戻ろう。あ、ベッド行ってなかった。結構一本道というか、結局こうやってうまく戻れるからいいよね。だから、なるべく寄り道をしながら行きたいね。はい。隠れたうなぽこの卵がある。地面の影がね、あって。で、触れると出ますよ。壊しますよ。で、取りますよ。という感じだな。そう思ったらクロノアってなんだっていう説明が全くないよな。本当にこのゲームなんか当時ってあんまり説明しないよな、ゲーム。まあそういうもんなんかもしれない。まあそれもまた一興だよ。まあそんなこともあったねと泣きながら笑っていこうね。
よし。なんかね、まあすぐ言い訳したがるタイプだけど。あっ、だって、なんか急にスッと落ちるんだよね。柱があると、あっち渡れますよ。倒してね。で、その前に、こういうとこで、あれも取って、いけってなって、取って、と。よし。失った木は取り戻したぞ。なんでみんな逃げんねんと。よし。OK。OK。こいつ当たんな。ふい。ふい。あ。ういーちょくえ。ういーちょくえ。うーわ。全然気づかなかった。外した。お前は一体どっから現れてるんだ。結構死にそうだな、あずだ。ナイス。回復しときたい。やっと金儲かだ。うっせ、お前らピーノができんじゃん。よし、どうしよう。歌姫レフィスだ。よくやるか、ジョーカー。こいなります、ガニル様。レフィス。姫か金になりそうだな。プロデュースしなきゃ困るのだよ。で、再生の歌なのに世界を救ってもらってはな。再生などいらん。お前を闇に動き世界を破滅させてやるわ。鼻長いよ。キシシシシシ。ワンピース。さあジョーク、ジョーカー、例のペンダント。あ、おい、触んな。待て、妙ですな。あ、普通の声だし。どこにもございませんが。何？バリューバリューバリュー。チョ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 。何者？は。ネズミ。まあより、レフィスは我が手にある。ジョーカー、あとの始末は頼むぞ。へへー、わっわっ、食べたい。親方、空から親方が。いや、謎技術やめろ。さあ、バレてしまいましたね。なんでお前がやる気になってんの。そうそう、お前なんでここにおんねん。なんで仲良くなってんねん。教えてくれよ。おや、なんと奥様ネズミでしたか。これはいけませんね。声を忘れてた。お前たち一体何者なんだと。おや、最近の奥様は礼儀を知らない。仕方ありませんね。少しきつくしつけて差し上げますと。って浮いてますよ。いや、落とし方よ。It's showtime! ジョーカー、さすがジョーカー。いろんな影響を受けている。昔の作品だから。お尻には十分気をつけるんですよ。自ら弱点を言ってくるスタイル。言うてるし。ヒントでもしっかり言ってる。まあ、ケツですね。ケツを攻撃しましょう。まあ、こう言って、まあ、後ろからバーンって投げるだけなんですね。まあ、最初のボスは結構弱めというか、簡単なんで。そんな苦労することはないよね。で、今が第2段階ということで。よいしょ。まあ、こういう二次攻撃もしていくわけですね。甘いですね。まあ、基本的にやっぱり後ろを取っていく感じで。やっぱりね、ここまでは初見じゃないからね。全然、解説プレイみたいになっちゃうけど。
甘いんだよな。ガディウスの人形。はい、ロングフランゴ。今まで名前を全く見てなかったわ。謎の爆発。喜んでんのか、あいつは。ウソップー、ウソップー、チョキップー、とりあえず飲みなさい。いや、普通に帰るんかい。何か落ちたぞ。チュビー。もうヒューボーの声はね、俺もう喋らない。現地の言葉で喋る。歌姫、あー言っちゃったわ言っちゃったわ。月の形の弁だと。チュピチュピ、アパイビビー、アデュー。突然現れるじいちゃん。ふーむくるのは、あなた大変なものを見つけてきたの。マニュマニュマニュ。これは月の国の紋章じゃ。月の国？うん、伝説にのみ言い伝わる幻の国。チョコレート、クポポピー、ポポポポポポン。そういえば。ねえ、じっちゃん、月の国って本当にあるの？そうじゃの。あるかもしれんし、ないかもしれん。その娘をさらったガーディウスとかいうやつも気になるし、悪い予感がするの。いずれにしても、これはわしらの手に余る。フクロウのは、このことをホーロックの森のおばばに伝えてきておくれ。多分フクロウだ。マニマニムクウ。これ本当に言語として確立されてんのかね。月の国か。バカンスで行きたいの。ダッチップ早いんだよ。全員取ったよ。ドゥルルルン。お休みの時間かな。はい、でまた花火が上がってワンのツーをクリアしたと。オッケー。全然やっぱね、2倍ポイントでいかに効率よく全部取るかっていうところだよね。はい、よーし、こっからで次がもう、体験版ではやってなかったんで、ある意味初見プレイみたいな感じで思い出しながら、懐かしながらねやっていこう。うぃ